どうも、悶絶整体の光信です、いつもね、ご視聴ありがとうございます。この前ね、釧路に行った時に、1回30分1人1万円で募集をかけたところね、何名かね、ご予約いただいたので、今回もね、旅行に行く時に晒してしまおうかなと思います。で、詳しくは下の LINE アットっていうところ、 LINE オフィシャルかなから連絡してほしいんですけれども、とりあえずね、3月11日鹿児島でやります。で、夕方からの5時ぐらいから、7時8時ぐらいまでできたらいいんじゃないかなと思ってます。だから鹿児島の近くの人は3月11日ね、もし、興味があるんだったら1人1万円でねさせてもらいますので、悶絶整体受けたい人でなかなか奈良に来れない人っていうのはちょっと考えてみてください。あとね、4月8日山形県に行こうかなと思ってます。これもね、両方ともね、 LCC のチケットが安く取れたので、ちょっと行ってみようかなと思ってます。で、まだ山形の方はね、まだね、宿とかまだ取れてないので、で、ちょっと行き方も昨日の夜かな、ピーチを仙台まで取って、仙台から山形に行き方がまだよく分かってないので、多分リムジンバスで行けると思うんですけれども、とりあえずそれで行こうかなって考えてます。なのでね、3月11日は、夕方から夜ぐらいまでね、鹿児島でさせてもらうのと、4月8日は、山形県でさせてもらおうかなと思ってます。で、とりあえずこの2つはね、その1日は旅行させてもらって、施術させてもらって、次の日はちょっと1泊ゆっくりさせてもらいます。なので、次の日とかだったら、僕受けたいっていう日もできたりする場合もあったりしますから、11日の12日だから8日と9日ぐらいだったら、ちょっとね、気になる人があれば言ってみていただければいいです。で、コメント欄でコメントいただいてもいいんですけれども、やっぱり個別の内容になるので、できたら LINE アット LINE の方でね、下にね、貼り付けてますから、そちらから連絡ください。あなたも悶絶整体受けませんか？悶絶整体光信でした。